私の方からの、会場における質問ということで、まあ、クロストークの形で今私の方からそれぞれの候補者にお聞きいたしました。それでは、また元に戻りまして、あらかじめ、提示してございます各候補者に提示してございます質問項目に移っていきたいと思います。続いては社会的弱者への行政サービスのあり方です。このテーマの持ち時間は4分です。郡山市の社会的弱者、まあ、いわゆる高齢者の方、女性、子どもの方、障害をお持ちの方、等々への行政サービスの在り方の基本的な考え方について、そして具体的かつ、まあ、将来的な行政サービスにおける取り組みについて、両候補者のお考えについてお聞かせいただきたいと思います。それではテーマ、社会的弱者への行政サービスの在り方について4分間でご発言いただきたいと思います。このテーマの順番は、今度は、原さん、品川さんの順番でございます。それではトップバッター、原さんから4分間でお願いいたします。この弱者に対する行政サービスの在り方でありますけれども、これは先ほど申し上げましたように、東日本大震災で我々は経験をしていますし、弱者の方々に対する対応はこれを参考にしっかり新しい形の中で地域福祉計画を作ってまいりたいというふうに考えております。そして高齢者の皆さん、この今日の郡山は高齢者の皆さんが努力をして今日の郡山を作っていただいたわけであります。ですから私は高齢者の方々が安心して生きがいを持って生活できるような事業を今までもやってまいりました。まあ、具体的に2、3挙げさせていただきますと、高齢者の皆さんが温泉を利用した場合の利用料の助成、そしてまたハリキューマッサージの施術費の助成、約これ両方とも8000万の費用をかけて助成をさせていただいております。また今後は孤立化防止の対策や移動するための交通手段の確保もしっかりやっていかなければならないというふうに思っております。それと子どもに対する施策、これは子どもは我々に要望も文句も言うことができません。ですから保護者の対策も含めて我々が親として先輩としてやらなければならないことがしっかりあるのではないかというふうに思います。その一つがニコニコ子ども館でありペップキッズでありました。これから東西南北に子どもたちが思い切って遊べるような施設も作っていきたいというふうに考えております。そして最後に、介護が必要な家族に対する支援策といたしましては、介護サービスの基盤整備を今まで計画的に進めてまいりましたが、今後も特別養護老人ホーム、これを平成26年度までに約130床を整備してまいりたいというふうに考えております。それから小規模多機能型の居宅介護施設につきましても現在24箇所ありますが、26年度までに6箇所を整備していく考えであります。それから先ほどちょっと増えましたけれども、障害者の方々に対するサービスも今後も引き続き地域社会の中で安心して生活を送ることができるように、就労支援事業、約これは6000万ほど使っておりますけれども、今後も充実を図り、社会参加および生活支援の推進をしてまいります。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、品川さん、4分間でお願いいたします。まずですね、社会的弱者として高齢者、女性、子ども、障害のお持ちの方って一括りされてますけども、全部違うんですよね、取るべき行政サービスは。まずこういうくくり方をやっぱりやめなきゃいけないと思います。で、私本当に今の福祉サービスと言われるものが
行政サービスを受ける側の声をちゃんと聞いてるのかなというのが聞かなければならないと思います。基本的に社会福祉の考え方というのは、いわゆる措置、旧戦前のですね、内務省的な、国民を守っているという考え方、これがこれから福祉はサービスなんだというふうに大きく変わってるんですが、本当にこれはサービスなんですよということを行政の携わる者がこれ意識を変えなきゃいけません。それからもう一つ取るべき措置はですね、サービスについては皆さんそれぞれ自分で自助努力でやっていくんだという部分と、どうしても自助努力でカバーできないところをサポートする、2つの種類があります。で、自助努力の方はですね、こういうスマホとかね見ますと、これは若いもの、実は一番これを有効に使えるのは、私も68歳ですが高齢者なんですよ。こんな便利なものはないんですね。ですから IT の技術をどうこの自分のハンディキャップを克服するに使うかと、高齢者のための IT センター教育、障害者のための IT 教育というのをこれは私は充実しなければならないとしたいというふうに考えています。それから、どうしてもそのサポートできないところ、実は日本の福祉サービスというのは非常にたくさんあるんです。ある人の数えでは140あるんですね。で、それを行政サービスする側はもう全部じゃ説明できるかというとできない。それから日本の行政の制度では教示義務と、 A がダメでも B という措置が政策ありますよということを説明しなくてもいいんですね。 A というサービスを受けたいんだけどどうですかって言われると、それはダメですと、ですと A はダメだけど B 使えますよということを言う必要はないんです。義務がないんです。私はもう義務がなくても、品川さん A のサービスはダメだけれども B のサービスがありますよということを積極的に行政に携わる者が情報を提供して、で一緒に考えると、でその、行政サイドだけじゃなくてですね、ソーシャルワーカー、この方々のお力をどんどん借りて140もある福祉サービスをどううまく活用していくかということを、行政とソーシャルワーカー、民間で活躍しておられる方、そして実際にそのサポートを受ける必要がある3者がですね、知恵を出し合っていくと、この体制を作らなければならない。今は行政は行政、ソーシャルワーカーはソーシャルワーカー、そしてケアを受ける者は受ける者、非常に孤立した関係やってますから、お互いに耳を傾け合う関係を、その外じゃなくて、法テラスとなりますけれども福祉テラス、そういう相談、あらゆるいろんな手段があることを、提供する側も使う側も情報を共有化していくという体制を作るのが、特に今これから必要ではないかというふうに考えて、その措置を講ずることを必要と考えております。はい、ありがとうございました。それでは、郡山市の社会的弱者への行政サービスのあり方に関するこのテーマにつきましては一旦終了いたしたいと思います。